きなり来た。まさかのやってないかとかあったんですか。いや、やってなかった。なんで日曜日やってないの。いや、さっき見たら営業中っていうのがなってた。おもとまで、はい、あとね、はい、5キロぐらい。あ、マジっすか。うん、マジっすか。接待川越えて、はい、上りに入ったとこで、はい、ちょっと一旦ガス欠になって、助けてー、三立コーンってなるパターンになるかもしれないから。あ、わかりました。もしかしたらガソリン購入お願いしますってなるかもしれないですけど、すいません。わかりました。ダブル運転中だな。あれの歌。お疲れ様です。あー、三田地くん。はいです。閉まってました。うん、閉まってるね。あ、ですか。うん、ほら、他この辺りってガソリンスタンドなんかない近くには。そこしかないですね。こっから上りだもんね、これね。あ、もう近くにいますよ。あ、近くにいる、はい、ちょっとなんで閉まってるか見てきて、なんで閉まったのか。ただ休んでるだけかな。そうかもしれないですね。三田地くん、元気してた。なんて岩泉の日本酒。あらー、これもすぐ飲みたい。八重桜、はい、あと八重の桜ってここだったの。違うんだよ、ホルモン。すいません、ここうちのスタンドなんですけど、何か用事がありますか。ガソリン入れたかったんですけど、そう、休みガソリンが切れちゃった。ちょっと用事があってね、9時まで行くんですよ。ああ、そうなんですね。うん、すいません、すいません。ごめんね。ああ、です。あ、ガソリン。電話に合わないの？空っぽになっちゃった。空っぽになっちゃった。ほんじゃ入れるやつから。本当ですか。うん、しょうがないでしょ、走れなかったら。こ、店の鍵取りにうちに行ってくるから。わー、すいません、助かります。待ってて。はい、ありがとうございます。こんなことがある。今日の夜、あと焼酎のあれで刺された。やった。もうなんかフライパンで焼いて。あ、フライパンはね、はい、味付けはもうされてるんで。ゴミをもらってもらえませんか。ああ、捨てるとこも全然なくて。ああ、いやいや、めっちゃ入ってる。ああ、奇跡が起きたわ。よかったっす。これは奇跡だ。もうちょっと遅かったらあれ、まだ行ってましたね。行ってたね。行ってましたね。9時の方行ってたら、俺も9時行くんだけど。ミニジープってやつです。すいません。いや、助かりました。9時に行かれるんですか。え、9時の、僕も9時に行こうと思ったんですけど、はい、困っちゃって。本当？本当に全部なくなりました。本当に？はい、これもこれもなくなったんです。助かった。よし、市まで持っていかないと。なんか小さいな。ああ、ボロボロ細いな、この機械。ああ、
これが5リットルある。いいね。大きいタンクで言えば、これがサイダーの水。本当に岩手県はね、これをスタート少ないし、日曜日休んでなかったんですよ。ああ、やっぱ日曜日休むんだ。休んでるとこ行っとるだろさ、そういうとこなんだ、ここは。すみません、本当に。一緒にあのペアで来てるわけよ。いや、あのね、ここ地元なんす。地元だ。岩泉で連絡、あの近く通るから連絡して、久しぶりに会おうかなと思ったら、その前にガソリンがなくなって、あちゃーっつって。これ妻粘りだった感じなんですか。これ置いていくとか、これ置いていったら。すいません、なんかね、あのどっか行く予定だった。いいやりが雨が降れば大変だったけど、雨が降ったらもう、お休みです。そうだよね、はい、どうぞ。あのこれ YouTube の撮影とかもしてるんですけど、助けてもらったっていうのをあげてもらえる。ありがとうございます。すいません、あの今日本日はですね、ちょっと休養がありまして、富士の方に行かれるガソリンスタンドの際なんですけども、たまたま本当にガソリンがなくて困ってたら、あ、なんだ俺は鍵取ってくるって言ってガソリン入れていただきました。申し訳ございません。ありがとうございます。えいえい、おお、頑張ります。頑張ってください。はい。先頭の方でやってるらしいね。はい、とんがりさんとこの息子さん。あ、そうですか。とんがり息子です。どうなんですか、彼女とか。募集中です。募集中です。こちらも。とんがり帽子の会社でに。なんか出会いの場所だもん。疲れたな、まだまだ
ということでございましてですね、岩本町、ね、おもとで三田地君たってよかった、本当に助かった。あの夫妻に会えたのも多分三田地君の車が立ってて、なんかあいつやばいな、なんかこんなギャン吉軍団って書いてるやつがやばい、何かされると思って、何かありますか、どうしたんですかって声かけた。多分不審者だと思って声かけたら、なまあ、親戚の知り合いだったんですね。お父さんのことは知ってたのね。みたいですね。とんがり帽子。そうですね。とんがり帽子の運送屋っていいですか。まあそうですね。おもとの SS、 あの夫妻のとこ絶対行ってください。今はね、あの夫妻は9時の方で行ったんで、僕を追っかけて行きますよ。ちょっと待って。みんなの思いを乗せて走ろう。知り合いに会えるとちょっと、なんだろう、安心するな。どんどん走りたいと思います。こちらは仙台陸運局長をして民間車検場工藤建設株式会社陸中サービスセンターでのちょっと路肩止めさせていただきました。すみません、ありがとうございます。アップダウンが、ね、多いと思う。Junior